はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回この4問やるんですが、やや結構レベルが高めの問題となっております。なので、まず1回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらって不安なのとか、ね、わかんないっていうのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、問題文が、ホワイトボードに書いちゃうと解説書けなくなっちゃうんで、ちょっと画面下げます。ちょっと動きますけど、お待ちください。行くよ。よいしょ。たまにやってるやつだね。こう、ちょっと問題文だけ別に書いてあります。外してしまうので、問題文ね、見ながら見たい方は、一応ツイッターには貼っておこうと思うんですけど、この問題文ね。まあ、それ見てもらったりとか、あとはね、パソコンの方は別タブで開いて、こう、問題が見えてる画面と、この解説の画面両方こう映しながらやってもらえたらと思います。じゃあ行きましょう。で、前の動画でも言ったように、まあ、こういう風に出てきた時は、今ね、映ってないけど、最初の問題文に書いてある情報をこっちに映してしまいます。こっち見たりこっち見たりするのがめんどくさいんでね。で、まず1、関数が y イコール ax です。ちょっとこっち入らないからこっちにしようか。この直線が y イコール ax と書いてある。で、2番が反比例で、これが y イコール x 分の18。だこういう風に情報を書き込んでいってください。これ右入るかな？入ってるかな？ああ、ギリギリだ。で、もう1個、丸1と丸2の交点で、a がね、あれね。が、その y 座標が6です。だそういう場合は、こう書いて、x 座標を隙間開けといて、y に6って書いておきましょう。まあ、書き方はみんなに任せるけどね。では行きます。まず1は a の座標から求めようと。で、今回ちょっと丸1丸2そっちで使ってるんでね、カッコ1でカッコ2してありますけど。で、a どう求めるかっていうと、比例反比例、もちろんね、まあ、中2中3で見てくれてる方は、1次関数とか、2次関数にもね、言えることなんですけど、こういう関数の問題っていうのは、座標ね、点がその直線の上、まあ、直線とかカーブでもいいですけど、線の上に乗ってるとき、代入していいよってのが決まってます。だから、y しか分かってないけど、y の6っていうのは、1にも2にも代入して OK なの。乗ってるから、この点が。でも、1の方は、a っていう分かんない文字が入ってるから、極力使わない方がいい、まだ。分かってないからね。ってことは逆に、こっちの反比例の方。こっちは y と18がもう分かってるので、じゃあそっちに入れてしまおうと。だから、y のとこだけに6を入れて、6イコール x 分の18と、こうなります。式としてはね。では、これの解き方いろいろあると思うんですけど、自分はね、こうなったらよく言うのは、こっち1分の6でしょ。ちょっと書き直そうか。で、前も言ったように分数イコール分数。ね、分数イコール分数になったら、×掛けっていう技があって、まあ、×にかけちゃっていいよって、こうやって。そうすると、×にかけたから 6x イコール、こっちの×で、18とこうなります。こうやって式変えて OK です。×掛けね。で、両辺6で割ると、x イコール3となるので、この3って何かっていうと、x 座標が3って意味なの。a の。だからここ3ってわかる、こうやって。つまり、1番の答えは、a は3の6。座標答えろだからね。これで終了となります。で、求めたら情報更新されてるので、必ずこっちにも書いてあげる。こうやってね。という感じで、1番まず解いてみてください。じゃあ、2番行きましょう。次、定数 a なんで、こいつです。で、これはですね、大体問題ってこうやって繋がっていて、1番でこの大きな a の座標。これ求めたから、じゃあこれ使ってみようぜっていう流れが多い。基本的にはね。で、さっきも言ったように、この1の上に、これ乗ってるから3の6、代入して OK なんです、ここに。3と6ね。だからそう代入すると、y のとこに6、x のとこに3入れるから 3a ですよね。だからちょっと暗算しちゃいます。3で割れば a イコール2となるので、もうこれ答えだよね。a 求めろって言ってるから、これで終了。で、しつこいですけど、情報更新されたら必ず書き直していく。こうやって。まあみんな消しゴムで普通にやってね。
で、数学が苦手な方、もう比例反比例とか嫌だって思う方も、この2番までは絶対に解けるようにしましょう。いい？すごいなんか嫌な言い方してるかもしれないけど、解けるようにしてほしい。取ってほしい。ここまでは。2番まではね。で、3番、特に4番はかなり難易度が高いので、そこは任せるんですが、余裕があれば3番まで理解してもらえると嬉しいです。じゃあ行きましょう。で、3番はですね、ちょっと特殊な問題なんですけど、まあ、丸2のグラフ、反比例の方ね、こっち、この双曲線ね。反比例のグラフで、X 座標と Y 座標が共に整数。ちょっと書いておこうか。X 座標と Y 座標が共に整数となる座標が何個ありますかって聞かれてます。で、この問題の嫌なところは、まず整数の言葉の意味をきっちり理解しないと絶対手が出ないです。で、これは中1の最初にやりました。自然数とか整数とか負の数とかね。整数っていうのは自分がよく言うのは普通の数って言い方をしちゃうんですけど、それか小数と分数以外とかね、いう言い方をしちゃうんですが、普通に1,2,3,4,5 っていう数字。かつ、0とかマイナスも OK です。0、マイナス1、マイナス2、マイナス3。それも OK。それが整数。いいね。ちょっと復習がてらなんで書いちゃうけど、よく間違えるのはこの自然数と整数を間違えます。自然数っていうのは今言った数でもプラスだけなんです。だから1、2、3、トントントンってこれしかダメなの。でも整数っていうのは0とかマイナスも OK ね。まあおまけ程度に覚えておいてください。分数小数はダメです。で、戻ると、このね、例えば X 分の18あるじゃないですか。で、共に整数っていうのは例えば座標でね、X 座標1って決めるじゃないですか。1って決めたら、それ X のところに1を代入して OK って意味だから、入れると、Y イコール1分の18になるんですよ。1分の18って18でしょ。これだから共に整数なの。あ、OK じゃん。で、こうやって全部調べていく。全部調べる。で、そうするとね、はぁ、めんどくせえって思うかもしんないけど、そうでもない。いくよ。次、X が2の時。2分の18だから9だよね。OK。次。3の時、3分の18だから6。でも4に来ると、4分の18なんで、2分の9なんですよ。2分の9って分数でしょ？整数にならないんだよね。だからダメ。次、5も5分の18、ダメ。で、6は6分の18で3になるから OK。まあこれひっくり返しただけなんだけど。で、7もダメ。8もダメ。で、9は9分の18だから2になると。で、10もね、本当はね、これひっくり返したやつだけなんで、もう次、2の9が9に来てるから、1の18は、18の1で、そこまでないです。で、18まで調べましたと。じゃあ19より先はいいんですかって話になるんですが、これね、X に19入れるじゃないですか。19分の18って。絶対に整数にならないんですよ。だって1よりちっちゃい数だからもう。20分の18、21分の18って。1よりちっちゃいから全部 0. いくつなんだよね。だからもうならない。つまり18まで調べれば OK なんです。いいかな？で、またまた厄介なことを言うんですけど、これがね、もし共に自然数のって言われたらこれが答えです、全部。あ、6個で OK なの。でも今回共に整数なんですよ。さっきも言ったようにマイナス OK なのね。今これっていうのはこのゾーンしか調べてないんです、まだ。こっちも調べなきゃいけない。でも、これは楽で、別にこれ全部マイナスければいいんですよ。だって、マイナス1入れたらマイナス18でしょ。マイナス2入れたらマイナス9でしょ。全部マイナスバージョンしか絶対ないんで、つまりもうこれちょっと点々にしちゃうけどね。マイナスバージョンだと思って。共に整数だとね、マイナスも OK だからさ。じゃあ数えると、1,2,3,4,5,6,7,8ってなって、答え。12個でいっか。ほい。という風に答えます。ちょっとなんか力技で持ってってるんですけど、こういう風に調べてください。そんなに、類似問題、似た問題が多いかって言われると多くはないんですけど、模試とか、まあ、受験の時とかにこういう出され方することあります、結構。いい。座標が共に整数の時とか、共に自然数のは何個ありますかみたいな。なんか出てくるので、意味合いとして覚えておいてもらえると嬉しい。あ、こういうこと聞かれてるんだね、みたいな感じでね。です。さあ、来ました、ボスです。この4番は難しいです。これ1年生にしたら特に。
受験生の方とかもね、今回ちょっとツイッターで振ってるんで、見てくれてる方いるかもしれないんですけど、受験生の方もね、頑張ってほしい、ここは。うん。でも1年生の方もね、ぜひ、いけそうな方は覚えてもらえると嬉しいですね。じゃあ行きましょう。ちょっと問題長いんで、読みながら書き込んでいきます。まず、点 A から X 軸、Y 軸に引いた垂線が、X 軸、Y 軸と交わる点をそれぞれ BC とする。どういうことかっていうと、A から X 軸に垂線、つまり垂直な線ね。こういうこと。これが B ですよって。で、これもこっちも同じ。こう引いて、ここ垂直なのが C ですよって。で、1のグラフ上、これじゃあ直線の方ね。比例のこっち。直線の方の上に P っていう点が出てきましたと。で、Y 軸上の Y 座標が8のところに Q が来ましたと。で、Q この辺ですね、きっとね。Q。で、座標が8なんで、ちょっと0の8と書いておきましょう。Q ね。で、P はどうしよっかな。ちょっと赤使おうかな。適当にこの辺ちょっと P 持ってきますね。こいつね。で、どこいるかわかんないですけど、1の上には乗ってるらしいです。P な。で、こっからが大変。三角形 OPQ の面積が四角形 OBAC の面積と等しくなるとき、P の座標をすべて答えなさい。すべてと言われてることは、言われてるっていうことは答えが2個以上あります。そう、だから余計めんどくさいんだけどね。で、三角形 OPQ っていうのはここです。ここね。で、四角形 OBAC だっけ？は、まあでもそういう感じで四角形ですね。で、四角形の方は、ただの長方形なんで、すぐ出しちゃいましょう、こっち。じゃあ先じゃあ行きましょうか。四角形 OBAC。で、こいつの面積は、四角形は縦かける横だけなので、ここね、今 A が3の6でしょ？つまり、3の6なんですよ。なんか座標ね。3の6。つまり、縦が6、横が3だから、暗算で 3×6 で18ってすぐ分かります。四角形の面積はね。これは簡単なの。だから、言ってしまえば、三角形 OPQ、あいつの面積が18になるとき、P どこにいるのって聞かれてる、今。いいかな？で、もうちょっとね、A 使わないんで一回消しちゃいます。ごめんね。説明上ね。で、こっからのやり方はいろんなアプローチの仕方、解き方があるんですけど、自分がよくやる方法を紹介します。もうね、使えそうだったら使ってください。で、今結局 P の座標を求めたいんです。こいつ。P の座標をね。で、まあ、すぐ出せそうだったらいいんですけど、なんか難しそうだなってなった場合は、求めたい座標、こいつの X 座標を違う文字を使って置きます。この文字は何でもいいです。例えば、XY もやめた方がいい。問題で使ってるから、XY。あと、A もやめた方がいいですね。A も使ってるから。まあ、あとは M とか N とか好きなのでいいんですけど、自分よく T 使うんで、T 使わせてもらいます。T ね。X 座標を文字を使って置くの。そうすると、最初にもやったように、P っていうのは1の上に乗ってます。いい？X 座標を T って置いたんだから、この X のとこに T を代入して OK なんです。乗ってるから P は1の上にここね。だから X に T を代入すると Y イコール 2T になりますよね。代入すると。それ何表してるかっていうと Y 座標が 2T ですよって言ってるからここ 2T って置くことができます。これから先文字を使って置くこと、こういう問題じゃなくても出てきます。その時にできる限りお使う文字は少なく済ませる。できるなら1種類。しょうがなかったら2種類です。いい？文字をいっぱい使えば使うほど問題はこんがらがります。だから、文字を2つ使って、例えば M、N とかって置いちゃダメなの。1個で済ます、文字は。で、こうやって置くの。で、置いて何が起こるかっていうと、結局三角形の面積求めたいんですよ。で、前もやりましたけど、こういう時の三角形の面積、底辺は X 軸か Y 軸の上に持ってきます。つまり、今 Y 軸の上にこの直線乗ってるから、これが底辺なんです。で、座標8って言ってるから、長さも8です。底辺ね。で、高さどこかって言われたら、高さはここです。じゃあ、この長さいくつって言われたら、P の座標が T の 2T なんだよ。いい？ T の 2T。T でしょ、ここ。だから長さも T なの、ここ。って考えれば、赤じゃダメだ。赤じゃダメだね。三角形 OPQ は底辺が8、
底辺かける高さ t で三角形だからね、忘れず2分の1してください。これが面積、それが今18になればいい、同じになればって言ってるから。であとはこれを解きます。これね、約分すると 4t なので 4t イコール18、下入るか、あ、全然いける。4で割ると4分の18、約分して2分の9と分かります。だから t が出るんです、2分の9って。で、今回求めたい座標は p ですよね。p を見ると今 t と 2t って書いてあるから t を戻してあげる。x はそのまま2分の9で OK です。で、こっちは 2t だから2×2分の9になる。t が2分の9だからね。で、約分して、9ですよって言って、p の座標出たぜって。こうなります。けれど、すべて求めなさいっていうことは1個じゃない。あともう1個どこかっていうと、ここも OK なんですけど、こっちも OK なんですよ、p が。こう来ても。なぜなら、ちょっとずれちゃったね。底辺8は変わりません。高さが、結局ここも同じく、長さ2分の9になれば面積同じですよね。底辺の高さ同じだから。だからこっち側のも考えなきゃいけない。でも実はめんどくさくなくって、さっき言ったように結局この長さが高さだから2分の9と2分の9だったら同じなの。つまりこっち側に2分の9来てるから x がマイナス2分の9になればいいよって。で、こっちにだからね。で、マイナス2分の9の時に同じように入れちゃえば当然こっちもマイナス9になりますよって。ってなるから、両方にマイナスつければ OK なんです。そう、ただ別に大きな計算が必要ないっていうね。だからこの2つが、よいしょ、4番の答えになります。いいかな？最初にも言いましたけど、この問題は難しいです。難しいけど、あえて、今回ね、この中1の4章のテスト対策、一回これで一区切りにしようと思ってて、まあ、また後で足すとは思うんですけど、で、最後なんでね、ちょっと難しめのを入れようかなと思ってやりました。まあ、わりかし、定期テストとかでも、最後に1問出たりするんですよ。こういう難しいのがドーンって言って。で、途中でも話しましたが、数学苦手な方、嫌だよって思う方も、2番までは絶対取ってください、テストの時。取れるから、ここまでは。で、3番はいけそうだったらお願い。で、4番はかなり高得点。もう90点以上、95点以上を狙いたいっていう方は絶対できるようにしましょう、ここ。で、この問題が解けなくても、個人的にはね、この文字を使っておくっていう、このやり方、このやり方だけでも、覚えておいてもらえると、この先ね、中2、中3の勉強してた時に、あ、あれかって場面が絶対出てくるから、ぜひね、復習して、まあ、できる範囲でいいのでね、自分の力にしてください。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回みたいな難しい問題に出会った時に、もう全体的に無理だよって思う方いるかもしれないんですけど、自分の取りたい得点、その目標とこう照らし合わせて、ここまでできるようにしようっていうのを決めてね、ぜひ臨んでもらえたらと思います。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。